ブロックバスターとは、医薬品産業において使用される用語で、従来の治療体系を覆す薬効を持ち、他を圧倒するシェアや全く新しい市場の開拓、莫大な売上により開発費を回収する以上の利益を生み出す新薬を指す言葉。主に世界最大の医薬品市場である、アメリカ合衆国において汎用されてきた言葉であり、 アメリカの製薬企業がブロックバスターを開発することに力を注いできた背景がある。副作用の隠蔽、論文のゴーストライティングといった問題も同時に語られてきた。統一的な定義が存在するわけではないが、一罪で年少10億ドルを超える新薬に対して用いられることが多く、欧州委員会でもこの立場をとっている。ボストンコンサルティンググループでは、 ピーク時の世界での年間売上高が5億ドル以上の医薬品をブロックバスターと呼ぶと定義している。潤沢な研究開発費と技術革新の進歩も伴って年商10億ドルを超える新薬は1990年代以降に急増。それに伴う莫大な売上と利益を生み出したことによって世界の医薬品市場は黄金時代を迎え、 有力な商品群と研究ネットワークを持つ製薬会社はメガファーマと呼ばれるようになった。創薬に特化した創薬ベンチャーもナスラックをはじめとする新興の株式市場やベンチャーキャピタル投資ファンドからの出資による資金調達により開発資金を以前より集めやすくなった。世界の大型医薬品売上高トップ10の薬剤は以下の通り。データは エクビア社の発表に基づく。なお販売名は日本で上司されている商標名に書き換えてある。これら以外で年賞10億ドルを超える新薬の数は100を超える。ブロックバスターには一種のトレンドがあり、高止血症治療薬、高血圧治療薬が過去には上位を占めていたこともあったが、医薬品は特許期間が切れると一気に 後発医薬品が発売され、新薬の売り上げが大幅に減少するため、5から10年単位で薬効群は大きく変化する。近年は抗がん剤や抗リウマチ薬として用いられるバイオ医薬品が主流となりつつある。なお、日本の製薬企業が創出したブロックバスターとしては、武田薬品工業のアクトスやブロプレス、藤沢薬品工業のプログラフ、 塩の偽製薬のクレストール、ロスバスタチン。高止血症薬、エーザイのアリセプト、大塚製薬のエビリファイ、オノ薬品工業のオプジーボ、大日本住友製薬のラツウダなどがある。その先駆けとしては、田辺製薬のヘルベッサーや、三強のメバロチンが挙げられる。日本の製薬会社が発明したブロックバスターは、かつてリピトールや、メバロチン、ディーポバス、ローコール、 クレストールなどの HMGCOA、還元酵素阻害薬の元となった、スタチン、ディオバンや、ブロプレス、ニューロタンなどのアンジオテンシン身通受容体拮抗薬。そして、開発者の本女優が2018年のノーベル、生理学医学賞を受賞した、免疫チェックポイント阻害剤のオプジーボが挙げられる。ブロックバスターが1990年代以降に、量産された背景には、 アメリカ合衆国の新薬承認制度の緩和と積極的な宣伝活動が貢献した。日本の新薬承認制度とは異なり、アメリカ合衆国の新薬承認はかなり早く平均して1年程度で審査が終わるという迅速な審査を行う。この迅速な審査は1992年に制定されたユーザーフィー制度の導入によって実現された。 これは、有効な薬をより早く患者の元へ届けることを狙ったものである。また、新薬の効果としても、従来発売されていた薬と比較して、少しでも優秀であれば、新薬として承認されるという比較的緩やかな基準をもとに新薬が発売されていた。こういった制度の緩やかさを背景に、莫大な利益を生み出すブロックバスターが、続出することとなる。 さらに、ブロックバスター発売後も、各企業は、情報宣伝活動に力を入れ、新たな治療分野を築いてきた。日本では、法律で禁止されている、処方箋医薬品の一般向けテレビコマーシャルも、アメリカ合衆国では認可されており、消費者に頻繁に新薬の魅力を訴え続ける、戦略を展開していた。発売後も、 継続的に多額の広告費を投じることによって意図的にブロックバスター化させるというビジネスモデルが作られ必然的に投入する資金に余裕のある大企業がブロックバスターを多く抱えるという結果となったこういったマッチポンプに近い広告手法に力を入れた結果それまでは病気だと思われていなかった症状が重要な病気として認識されることで 患者数が増え、ブロックバスターが、ますます使用され、より売り上げが伸びるという企業側にとっての好循環を生み出した。医薬品への特許権の付与が、ブロックバスターを開発できるための状況を作り出した。1990年代から医薬品の特別感は、増大してきたが、一方で新薬がもたらす利益は、既存の薬と比べて、ごくわずかでしかないことを。 独立機関が示してきており、既存の安価な薬のコピーをブロックバスターとすることができるようになった。1970年代末までには多国籍で臨床試験が実施されるようになり、新薬の効果が示されるには、より大きな試験が必要となっているということである。副作用のような潜在的な有害性を明らかにするには大規模であることが必要だが、 効力が明らかであるなら、本来は小規模な試験で、統計的に有意な差が示される。また、このことで副作用などの情報を知ろうとデータを求めても、実施した施設以外のデータは、企業の本社などに置かれ、データへのアクセスは困難となった。さらには実在しない患者まで含まれるようになり、抗うつ薬や抗精神病薬の臨床試験に、 そうした患者を含めたことで、1996年には、リチャード・ボリスンとブルース・ダイヤモンドは実験を受けた。ブロックバスター開発の大きな転機となったのは、ロフェコキシブの副作用問題からである。この薬は、選択的 COX-2 阻害薬と呼ばれる、新種の鎮痛剤で、既存のヒステロイド性抗炎症薬特有の消化器への副作用が少ないことから、 発売からわずか5年で年賞25億米ドルを突破していた。続いて、バイオックスを開発したメルク社は、ある会社を雇って、ゴーストライターを使って一連の論文を出し、副作用に関する重要なデータも隠蔽したことが明らかとなった。しかし、発売後に行われた追加の臨床試験によって、バイオックスを服用した患者は服用しない患者と比較して、 新疾患のリスクが2倍以上になるという予期しない結果が発表され2004年に市場から回収発売中止となったバイオックスは安全で画期的な薬だとして発売していたメルクが大規模な広告戦略を展開していたためこの発表にアメリカ中が騒然となり一種の薬害としてアメリカ全土を巻き込む社会問題となった アメリカ食品医薬品局によると、服用によって2万人以上が心臓発作や死亡につながったとされ、8万人から13万人が何らかの障害を受けたのではないかと説明している。2万件以上もの集団訴訟が提訴され、アメリカの製薬業界は薬の効果よりも自社の利益を優先してきたのではないかと批判され、新薬の承認を審査する FDA に対しても、 承認審査が甘かったのではないかという批判が行われた。また、同様の薬は他にもあるのではないかという大々的な報道も行われ、バイオックス以外のブロックバスターも発売中止や重大な注意喚起が行われるという事態に発展した。バイオックスの副作用問題発覚以降、FDA は新薬の承認に対してより厳格な姿勢を見せ、 製薬企業も新薬開発により慎重になったと言われる。2006年には年賞200億ドル以上の超大型薬になると期待されたファイザーのトルセトラピブの開発が中断となり大きな衝撃を与えた。また新薬開発の標的となるタンパク質も枯渇傾向にあるため研究開発費も高騰し大企業でも 特許期間中に費用を回収するのが難しくなっていることから今後ブロックバスターとなるほどの新薬は出にくくなるのではという見方が強い。2010年前後に多くのブロックバスターは一斉に特許切れを迎える2010年問題に対処するため各社は莫大な資金を投じているが2018年にはアステラス製薬と対象製薬が 薬価の引き下げの影響も重なり、早期退職の募集を始めるなど、次のブロックバスターを開発できなかった会社の経営が悪化した。基地の病気のみならず、未だ有効な治療薬がない分野や、患者の治療満足度が低い分野に対して注力して、研究開発することが重要である。このような治療薬がない、あるいは有効な治療薬が強く望まれている。 治療領域をアンメットメディカルニーズと呼び、エイズ、がん認知症、精神障害、アレルギー疾患などの十分な治療薬がない分野への新薬の投入が望まれている。一例としてアンメットメディカルニーズと言われていた新型糖尿病治療薬に対してメルクが開発、発売した DPP-4 阻害薬は 発売後順調に売り上げを伸ばし、ブロックバスターの仲間入りを果たしている。また、抗インフルエンザ薬、オセルタミビルの開発元で知られたギリアドサイエンシズは、C 型肝炎を根治できる治療薬として、ソホスブビルとレジパスビルを相次いで自社ブランドで発売。ベンチャー企業から有力な製薬会社として名前を挙げられるようになった。 ファーマスーティカルズセクターインクワイアリープレリミナリーレポート2008年11月28日ライジングツーザプロダクティビティチャレンジ2004年7月第日本住友日本で大型役ラツウダの承認申請日本経済新聞電子版日本経済新聞社2020年4月11日閲覧 A.B. デイビッドヒーリー2015 P491ABC デイビッドヒーリー 2015P152 デイビッドヒーリー 2015P155 デイビッドヒーリー 2015P164 制約大手相次ぐ早期退職募集新約特許切れなどで経営悪化 NHK 販売元はロシュ。ギリアドはオセルタミビルのライセンス料をロシュから得ている。ありがとうございます。